宇宙大戦争の危機は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ1台5話。イギリスでは2005年4月23日に BBC1 で放送され、4月16日の u f o ロンドンに墜落と二部作をなす。本エピソードは、ロンドンを舞台とし、異星人のタイムトラベラーである9代前ドクターと彼のコンパニオンローズ・タイラーが彼女のボーイフレンド・ミッキー・スミスと、 母、ジャッキー・タイラー、下院議員、ハリエット・ジョーンズと手を組み、地球を経済的目的で売りさばこうとする異星人のスリジーン一家の計画をくじく。スリジーンはイギリス政府に潜入して国際連合から核兵器の軌道コードを解放させ、地球で第3次世界大戦を起こして地球の残骸を売買しようと画策した。ラッセル・ティ・デイビスらによると本エピソードは 直前の段階まで、エイリアンズ・オブ・ロンドン、パート2と呼ばれていたが、タイトルは、ワールド・ウォー・3に変更された後、すぐにワールド・ウォー・3に改められた。テロス・パブリッシング・リミテッドの、コンバックー・スザ・ボルテックスでは、ジューダウニング・ストリートが、別題として扱われている。クラシックシリーズのザ・サベージズ以降の、マルチエピソードの話ではタイトルが共通しており、 二部作でエピソードタイトルが変わるのは今回が初めてであった。これ以降のマルチエピソードの話では地の終わりを除いて個別のエピソードタイトルが存在する。UFO ロンドンに墜落に登場したアメリカ人アナウンサーとしてラケル・カールが再登場した。彼女は後にクリスマスの侵略者、サウンド・オブ・ドラム、死に覆われた星、運命の左折。 盗まれた地球及びサラ・ジェイアドベンチャーズのリベンジ・オブ・ザ・スリーシーンに出演した。運命の左折では名前がトリニティ・ウェルズであることが明かされた。また彼女はスピンオフの秘密情報部トーチウッドの5部作「チルドレン・オブ・アース」にも出演した。宇宙大戦争の危機はイギリスで798万人の視聴者を獲得した。 日本では NHKBS2 で2006年9月3日に、NHK 教育で2007年9月18日に、それぞれ BS と地上波で初放送された。2011年3月19日には、ララ TV で放送された。本二部作の前、パートと同様に、宇宙大戦争の危機は賛否の混ざった評価を受けた。ナウプレイング誌のアーノルド・ティー・ブランバーグは本。 エピソードに C の評価を与え、効果は欠けているものの、スリジーンに関する子供のユーモアが縮小されており、俳優たちの演技にも良かったため、u o ロンドンに墜落よりも改善されているとした。彼はユニットのミサイルを家のパソコンで操作するという解決法を批判したが、ローズの家族のストーリーラインを褒め、ノエル・クラークとカミー・ユー・コデュリの演技を強調した。2013年に、 ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、鮮やかだが、バカバカしく残念なストーリーで、ハリエット・ジョーンズを演じる、ウィルトンの演技が最高のパートだったと感じた。彼は、ローズのストーリーラインを、生き生きとしたキャラクターをもって称賛した一方、クリストファー・エクルストンの演技は欠けていると感じた。また、彼は、スリジーンをシリアスに扱うべきだとして批判した。 ザ・ AV クラブの批評家ラスター・ウィルキンスは本、エピソードの評価を B マイナスとした。彼はコンセプトよりも処刑に問題を感じ、放棄のジョークには風刺の可能性もあるが監督と演技で質が下がったとした。への下りでバカバカしい方針に移って、スリジーンを真剣に扱わなかったため、スリジーンが個性を持つこと、人間が地球外生命体を知っていることの掘り下げ。 ローズの家庭生活といったニュアンスの部分がテレビ版では提示されていないと論じた。また、ウィルキンスは、スリジーンがなじ核ミサイルの発射に国際連合の認可を必要とする国を侵略したのかを疑問視した。新シリーズのガイド本、フーイズザドクトルでは、クレアム・バークが本作について同じ基準でファンから愛され嫌われたと述べ、 意外ではあったが私を喜ばせるものだったと語った。彼は、スリジーンのユーモアが様々なレベルで機能したと感じ、家庭内対立と演技を強調した。バークの協調者、ロバート・スミスは、本作の雰囲気がクラシックシリーズに最も近いとし、クラシックシリーズの愛された脚本家、ロバート・ホームズの作品をデイビスが模倣しようとしたと述べた。彼は、 家庭内のシチュエーションを称賛したものの、政治的風刺は単調であり、監督が残念とも感じた。彼はインターネットに対応したミサイルという、ありえなざをもって、宇宙大戦争の危機のプロットを、薄いと表現したが、結末は、まだ素晴らしいとし、シリアスな要素でのエクルストンの演技が、本エピソードの売りであるとした。ありがとうございます。